I've seen your face only once this weekend. You keep them busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. はい、ということで今回は秋に最高な組み合わせのおやつを作ってみました。このねハロウィンスイートがねずっと食べたかったんですよ。でこの間たまたまスーパーで発見して、でそれからいろいろと見ていたら意外と売ってたのでまた買ってきました。すごくオレンジ色でねっとり系の芋なんですよ。だから焼き芋にすごくぴったりでめちゃくちゃ美味しいです。なんかね焼き芋の専門店とかでハロウィンスイートっていうね品種が売ってるのを知って、私はそこに行ったことがなかったのでいつか食べてみたいなと思ってたので、それがお家でできてねめちゃくちゃ嬉しいです。で私ねっとり系が大好きなので最高でハロウィンスイートはこのねオレンジ色で鮮やかっていうだけではなくて、さつまいもとかぼちゃをね合わせたような味わいで、でしかも従来品種よりもベータカロテンが100倍あるそうです。でそのベータカロテンは体内でビタミン A に変換され、皮膚のね新陳代謝を高めたりとか粘膜を丈夫にしてくれたりとかね、なんかいろいろと健康的にもいいみたいですね。ちょっとそこは知らなかったんですけど、すごいですよね。食べられてよかったこれねすごいハマりました。スーパーに常にある品種ではないと思うので、見かけたらぜひ手に取ってみてください。で今日は抹茶ラテをねホットで入れてみました。で今回思ったより泡ができなかったんですけど、すごくクリーミーな感じで美味しいです。うん、美味しい。でちょっと前にインスタでアイスの抹茶ラテを作ってたと思うんですけど、ほとんど同じ作り方ですね。アイスにするかホットにするかっていう感じです。これねすごく簡単で美味しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。こちらの秋の最高な組み合わせのおやつもぜひ作ってみてください。ということで今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。